宙返りは、大江健三郎の長編小説。1999年6月に上下巻の単行本が講段社より刊行された。大江は、1993年から1995年にかけて、全三部の長編、燃え上がる、緑の木を発表している。当時はそれを最後の小説としていた。 しかし1996年に友人であった竹光徹が亡くなると、その葬儀の席でもう一度小説を書くと宣言し、ほぼ3年をかけて本作を執筆して書き下ろしとして刊行した。関東には永遠の竹光徹にという拳字が記されている。本作は燃え上がる緑の木の後日丹であり、やはり新神宗教の集団を主題としている。 観行本上下巻の帯にはそれぞれ以下のコピーと作者のコメントがある。2002年に講談社文庫版が刊行された。米国で教弁をとっていた画家のキズは15年前に印象的な行動をとった少年、イクオと再会する。キズとイクオは踊り子と共に師匠と案内者と呼ばれる二人の男の信仰宗教の再興に協力する。師匠と案内者は 10年前に、教団内の急進派を抑えるために、宙返りと呼ばれる転校を行い、一度は教団を解散していた。しかし再出発の矢先、案内人が元急進派によって、拉致、監禁されて病死してしまう。本作では、燃え上がる、緑の木の登場人物のサッチャン、大江光を思わせる森星、などが登場する。また前半部では、ウェールズの詩人、 R.S. トーマスがモチーフとして用いられている。ありがとうございます。